で、まあ、先制して流れ良かったんですけど、まあ、失点してしまってプラス1人少ない状態になってしまったけど、まあ、自分がしっかり最後点決めれて勝てたので良かったです。で、まあ、自分は今シーズンまだ公式戦で点取れてなかったので、まあ、常に試合出た時にはセットプレーがあれば自分が決めるっていう位置でプレーしてたので、やっとこの全国の舞台で決めれたので良かったです。相当嬉しいです。まあ、明日もアビスパらしいプレーをしてしっかり勝利をつかむので、現地に来ている方はもちろん福岡で応援してくださっている皆さんも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。